皆さんこんにちは、モルノです。本日はバースデーコマについてレビューしていきます。バースデーいよいよ登場して、逆足5スキル5のコマンが作成コスト75万で登場しております。まあ逆5スキル5と考えると結構安いのかなとも思ったりしています。ただまあ例年と比べてね、逆5スキル5の何でしょう、希少価値っていうのも薄れてはきているので、まあ、実際そこからどうできるかっていうのが今日のポイントになるかなと思います。ただピングドと的確と迅速持ちなので、まあ、ここら辺もすごくいいなと思いました。でかつまあバイエルミュンヘンでフランス人のケミであるので、まあ、今日使ってないですけどアルフォンソ・デイビスであったりキミッヒ、ここら辺は本当にトップメターカードだと思いますし、まあ、ジノラであったりエンバペみたいなカードともつながるのはすごくいいなと思います。身長181センチ、ハイミディアムワークレート、スキル5、逆足5の選手になります。ポジション左サイドと一応右ミッドもできます。で能力かなり強いですね。まあペースもありますし、パスもありますし、ドリブルもありますので、まあ本当に価格に見合う能力をしているなと思います。で若干冷静さが低いのが気になりますね。なのでまあどっちかっていうとストライカーよりまあサイドの選手なのかな。逆5スキル5あるのでストライカーに置きたいのですが、サイドに置く方がいいのかなと思ってます。で今回ハンターつけていきます。理由としてはなんか悩んだんですよ。正直この選手加速が97あるので無理にスピードを上げる必要性ってないのかなとも思いつつ、敏捷性が98あるおかげで多分マークスマンかハンターの2択なのかなと思って、パス値も上げる必要性ないので、まあそう考えるとハンターで単純にスプリントスピードを上げるのがまあベストなのかなと思いハンターつけています。でプレイスタイル本当に優秀です。サイド起用の選手にこのプレイスタイルは、サイド起用であってサイドバックの選手、今ブロックを作られる守備をが本当に強いので、これがあってもう中にパス入れるだけで得点量産できると思うので、ここは大きいかなと思います。でかつ迅速プラスっていう、まあ本当にアタッカーであれば一番欲しいプレイスタイルの一つなのかなと思います。で俊足、容赦なし、曲芸師、トラッパー、フレア、ここら辺も持ってますね。で今回使っていくチームこちらです。今4231ずっと使っていて、まあ、ちょっと深さ高いのですが非常にいいフォーメーションです。でコマン2ポジションで使っていきます。最初の試合ストライカーで使って、そこから左、まあ右左逆足後なんでどっちでもいいとは思うんですけど、この2ポジション使っていきます。真ん中の適性はないんじゃないかなと僕は思ってます。ではコマン見ていきます。この選手がコマンです。ドリブルに関しましては、まあ、決して、ね、すごくいいわけではないです。敏捷性が高いので素早さっていうものが感じるんですけど、安定感という面においては少し若干欠けるなと思いました。ただ、現状のゲームプレイ正直めちゃくちゃドリブルをするゲームプレイかっていうと、どちらかというとまあパスをつなぐゲームプレイなので、そこまでは気にはならなかったです。ただドリブラーだと思ってこの選手を扱うとちょっと違うかなっていうのはあります。でまあここストライカーにコマいますね。ロベカルが取って、ジノラが運んで縦に走っていって、やっぱこの選手の最大の魅力はスピードだなと思いました。本当にとにかく速いです。でアンリまではいかないけど、まあ本当にトップクラスにスピード感っていうのは感じられる選手の一人ですね。ここのスピードとかも速いですね。でまあそこが迅速プラスが本当にとにかく生きてきたなっていう部分でした。でここもロベカルが、まあ、縦に突破していって、コマンが中にいて、でまあ最低限の決定力もありますので、ストライカーに置いてても全然やれるなと思いました。ただ、適性に関しては確実にストライカーではないなと思いました。ストライカーとして何でしょう、安定感であったり、まあ彼の特徴である迅速と今の的確なパスですね、
果生きるのは間違いなくサイドポジションです。あのストライカー、うん、悪くないけどストライカーで使うなら絶対サイドかなと思いました。でまあサイドにしてからの躍動ぶりはすごかったです。まあとにかくスキル5もありますし逆足5もありますので、まあスキルで上がる、それこそまあ普通にスピードで迅速で上がる、そして最後ここの的確、最後あのパスを差し込めるっていうのはまあ本当につまらないサッカーしてるなとは思うんですけど、あの今作の FIFA を象徴しているあのパスを出せる選手なのでやっぱ強いですね。的確持ちがサイドにいるのはおそらく皆さんが想像しているより強いですし、まあ左ミッド右ミッド左ウィング右ウィングにとってはもうこの選手最高だなと思いながら使ってました。ここら辺のパスズレも全くないですしね。ここもまあ強引に突破しようとしたら、まあドリブルはね今そんな強くないので強引に突破するっていうよりパスで回して突破するっていうのが理想ですね。ここの的確もう素晴らしいですね。ここら辺ので、まあ使い方としてはね、サイドを走らせてまあ右左どっちでもいいと思います。逆足後なので、あのああいう風に使うのが彼にとってベストですね。で身長も意外とあるので、あの全然なんでしょう、まあ、空中戦っていうのも弱いわけではない選手です。でここ最後ロベカルから、まあ、縦に突破していって、ジノラから縦にジーコが入ってこの位置で、まあ、綺麗に受けてますね。では最後コマンまとめていきます。素晴らしい SBC だと思います。作成コスト75万コインと、まあ少し高めではあるんですけど、間違いなくトップクラスのサイドアタッカーだなと思いました。もちろんストライカーもできる選手ではあるんですが、僕的にはサイドアタッカーとしての評価がもう本当にトップクラスだなと思いました。あの逆足5スキル5サイドアタッカー、まあ、特に逆足5いらないんじゃないって思いがちですが、やっぱりサイドの選手が中に入ってきた時にあの逆足5があることによるメリットであったり、まあ、パスを出す時に左右両方でパスを出せるっていう安心感、まあ、ここら辺踏まえると本当に何でしょう、安い選手では持ってない要素をこのコマンっていうのは持ってる選手だなと思いました。で、まあ、迅速的確素晴らしいです、ここのプレイスタイルで、かつ、まあ、地味に容赦なし持ってたり、まあ、クイックステップファーストタッチも持っているので、あのトラップも安定しますし、あのすごく本当にすごく良かったです。で、まあ、彼自身バイエルンでフランス人なので、ケミストリー的にも完璧な選手になりますので、ぜひね、チームに入る方は作りたいなと思いました。で、今回ケミストリーハンター使いましたが、ハンターでいいんじゃないかなと僕は思います。ここの、加速タイプがかなり爆発的になるんですが、やっぱりそのペースを上げてあげるのがこの選手にとって一番合ってるのかなと思いました。で、サイドしか使わないで、本当にそんなシュート数打つシーンないんですっていうのであれば、エンジンを試してみてもいいかもしれないです。で、まあ、さらにパスとドリブルをあのフォーカスしてあげるのがいいのかなっていう感じですね。あのね、このマークスマンつけるのもありだとは思うんですけど、そうなった時に、スプリントスピードが91しかないので、そこはちょっともったいないかなと思うので、迅速を生かすために、まあ、ペースはできれば、まあ、99に近しい数値、まあ、エンジンなのか、ハンター、まあ、ハンターがいいかなと僕は思いますという感じで終えていきます。まあ、非常に悩ましいですね。あのそれこそジョアン・フェリックスであったり、あのデパイ、メンフィスデパイと比べる人も多いと思うので価格帯も一緒で、あの現時点でのカードは僕は間違いなくコマンの方が上だと思います。2人の商談より。ただまあ勝ったら彼らは化け物になるポテンシャルを秘めているので、まあ、そこが悩ましいところですねという感じで終えていきます。後ほどソクラテスもあげます。もし質問コメントあればいつでもお待ちしてます。ではまた。